シズ特別展示ルトランショップ、箱根ラリック美術館は、神奈川県足柄下郡箱根町、戦国原にある美術館。アール・ヌーボー、アール・デコという美術様式の両時代で活躍した、フランス人のガラス工芸家、宝飾デザイナール・ネラリックの作品を展示している。ルネラリックの作品の収集家として知られる、工業社長の交代により開設された、 約1500点の作品を収蔵し、そのうちの約230点を常設展示しており、初期のジュエリーや装飾品、中期のガラス作品、後期の建築装飾とルネラリックの創作活動を見ることができる。建物は2006年度に日本建設業連合会主催の第47回 BCS 賞を受賞している。館内の特別展示ルトランにはラリックが 室内装飾を手掛け、コートダジュール急行や豪華列車、オリエント急行に使用された、コートダジュール型プルマン車が展示されている。なお、この車両は1988年に、オリエント急行88として、日本国内を走行した経歴を持つ。車両は、カフェとして営業をしているため、オリエント急行の車両に乗って、お茶やスイーツを楽しむことができる。 ありがとうございます。